じゃあそれではちょっとゲストコーナー行こうと思うんですけども、じゃあ三上さんちょっとあのゲストのご紹介をお願いいたします、はい。まあ、UFO 番組にこの人はいて、ね、あの UFO 番組を作ったという時は八百井さんとか、ね、有名ですけども、まさに八百井さんを継ぐ形で UFO 特番をずっと作り続けてきた、まあ、もう UFO 界というかテレビ界では有名な小川健二さん、はい。20年じゃない今から25年ぐらい前のスーパープロデュースという1989年からかな番組やったのが、うん、はあ、あの多分関東とかこの辺にお住まいのだった方、あの深夜にはねプレステージっていう深夜番組あったかと思いますけども、結構超能力バトルだとか UFO 特番みたいな、だいたい UFO 特番であの全部仕掛けてたのが、制作してたのがこう小川さんですね。テレ朝系がだいたい思うんでした。最初はテレ朝だったんですよ。それからあの宇宙人解剖フィルムでフジテレビ、あの有名な宇宙人解剖フィルムを日本に持ってきて放映したのがまさに小川さんで、ということで、小川さんちょっとあの今ね、難病でちょっとまぶたがね、そう開かないとちょっと病気になられてるので、わかんない病気なんだよね。ちょっと医者も原因わかんないし、治し方わかんないって言われて、それは別にあの UFO の取材やりすぎて宇宙人にこう何かってスペガシ食らってるか、まあ、当局のなんか、はい、電磁波兵器じゃないかと今日だからドコモの携帯が触火されちゃったとか、それもあれなんじゃないですか、その電磁波で電磁波狙われてんじゃないですか。三上さんそのために持たないですからね携帯電話。いや、ただ単に携帯が嫌っていう、いや電話が嫌いっていう、いプラズマ兵器に襲われるっていうね。ということで、小川さんとは僕もちょっと去年はね一生懸命あのねケネディ、そうそう、あの死んだから50周年ってことなんで、ね、一生懸命番組の企画書をね、うん、やったんですけど、ね、なかなかね今の地上波っていうのはこういうミステリー系には冷たいですね。冷たいですね。結果が分かってないと企画通んないですもんね、うん、見つかるのか、それは見つかるのか、結果がダメなんでね。だってそれがないから面白いですもんね。だから埋蔵金の企画書出しても取らないですね、今だったら本当に埋蔵金出るんだろうなって言われて昔ね、糸井重里さんがね、そうただ掘ってるだけで視聴率 20% 以上みたいな、ただ掘ってるだけだよね。だから掘ってるだけなの。今逆に言うとね、その掘ってるだけをやらないから 20% 取れないんですよ。あ、いいです。だって結果分かってることやっちゃったら面白くないですもんね、小川さんね。まあ結果があって本当に埋蔵金出てくるんだったら番組なんか作ってませんけど、作ってますよねだって八百井さんもあの演出の極意っていうのは俺が分かんないんだからと、それが楽しい、ワクワクする気持ちが画面に伝わるから面白いんだと、そうなんですよね、おっしゃってますよね、うん、まさにその通りですよ、はい。だからちょっとね今面白い番組はできないんで、まあこういったインターネットでガンガンやっていくしかないなと思ってるんですけども、去年この今年ですか三上さん、この本はもっと前ですね。去年ですよね。去年だね。去年ですね。去年50周年ですから、ね。はい。UFO とアポロ疑惑っていう、まあ本を小川さん、ムーから出されてます。まあ、ちょうどあのケネディ暗殺50周年ということですね。はい。後ほどプレゼント皆さんにいたします。それでまず前回ね三上さん小川さんが書かれた記事で JAL の日航の1、2、3便のちょっと話題をやりましたんで、ちょっとそこのところもやるんですか、取材されたご本人いらっしゃってますから、ね、一応記事ではね、はい、まあ、私服の都合もあったので、はい、最後にちょろっと、ね、うん、なったところと、まあ、書けなかったところ、はい、なかなか言えないところ、これ、まあ、これはなかなかね怖いんだ、ね、で一応まあ、今日初めて来られた方とも言いますけど、概略だけ今の簡単に僕の方で説明しますけれども、まあ、この地図の通りに羽田から異常を感じて、コースを大きく外れてですね、いろんな紆余曲折あり、コースをたどって最終的には御巣鷹山ということところに墜落したって言われてるんですけど、三上さんあれ御巣鷹山なんですか、話によっては高間ヶ原っていうなんか、うん、そういう名前がありますよね。ありますよね、うん、出てたりするから同じなんですよ、はい、うん、高間ヶ原と、はい、まあ、大阪の尾根っていうのは同じ場所なんでね。そこですよね、うん、高間ヶ原ってなんか意味あるでしょ、すごく、まあ、そうですね、そこがまああれなんですけど、まあ、後で詳しく伺いしますけども、これが当時の墜落直前の機内ですよね。昨日写真送っていただきましたけど、そうです、はい、それで機内がこんな落ち着いてたら、はい、各駅が壊れてるわけないじゃんということですよね、うん、それでまあ墜落現場っていうのはこういう、まあ、空撮ではこうなっております。それで、まあ、前回まあ後で
詳しく小川さんから話があると思いますけれども、当時墜落現場が分かんないということで、そうなんですね、あの現場に救助隊、自衛隊が入るのは非常に遅れてしまったと。翌日の朝8時まで入らなかった、分かんなかったということですね、うん、でいざ入ってみたら現場はこういうとんでもない状況だったという形でございました。で当然、こういった、航空機事故が起きますとフライトレコーダーというのがありますから、これで分析をすると、うん、でこのあたりからちょっとね、次の写真あたりからちょっと小川さんの解説を、お願いしたいんですけど、事故原因は結局何だっていう話に。事故原因は、正式な発表だと要するに、この飛行機というのは何年か前に沈没事故を起こしたのね、痛みで。でその修理ミスで、ボーイングが修理ミスで、はい、このお尻の部分ですね、うん、はい、それは圧力隔壁っていうところなんだけど、はい、この修理ミスで金属疲労が溜まって、はい、隔壁が飛んで中の空気が吐き出されて、はい、その圧力で尾翼が飛んだと言われてるんですよ、正式な事故調査報告書では、はい、で先ほどちらっとおっしゃいましたけど、先ほど皆さんに見ていただいた、機内の様子ですよね。隔壁が飛んでるんであればこんな落ち着いた状況で皆さん酸素をやってくださいなんていうどころじゃないっていうお話が一つですよね、やっぱりそうすると後部の方の座席は全部吸い出されちゃってるみたいな、そうですよね、うん、圧力の問題とかそういう事故も昔ありましたけどね、はい、うん、で一応これが飛んでる、まあ、墜落前に飛んでるった時のたまたま撮った人がいて、これが、まあ、尾翼がない尾翼をアップしていくと、うん、尾翼がないいうのが見えたと。でちょっとこの後はね、僕写真いただいたんですけど、これ何をやってるか写真かちょっとよく分かんないんですけど、この写真はね、はい、実験したんですよ、はい、急減圧になると人間はどうなるかと。つまり先ほどの事故調査報告書によると、はいはい、機長はね、はい、酸素マスクをせずにその 7200m の高度を20分間飛んでたと、はい、それと同じ状態を作る、そうそうそう、実験ですね、うん、でここが若き日の小川さんですか。そうそう左側がリアルですねそして小川さんも こんな形になって、パイロットと同様事故が起きたならこういう状況になると、うん、人間っていくら鍛えても酸素が少なくなればやっぱりダメじゃないですか、はい、機長もそういうね訓練は急減圧の訓練はしてると思うけど、はい、もっと自衛隊の人だからねこの機長、はい、訓練はしてるだろうけど、やっぱりそれはやっぱり人間の体が抗えないんですよね、うん、能力落ちてくる。で基本的に、同じ状況を作って、まあ、20分間操縦したってなってましたけど、うん、はい、こういう状況になって小川さんとしては20分正常な状態でいられたんですか結局。これ実験する前に正常な気圧で、はい、気圧の下でなんていうの、これ知能テストみたいな、これですか今ん、これ知能テストやってるんですか。知能テストやってるのかな、もう実験の最中はどっかちょっと分かんないんだけど、はい、一応知能テストされるんですよ、はい、普通の状態でね、はい、で急減圧起きた段階でもう一回知能テストされる、同じような問題があるってことですね。ちょっとね自分でもおかしいくらいに能力落ちてるんですよ、はい、知能テストとあとね幼稚園の子が遊ぶようないろんな形の積み木みたいな感じ、そうそうそう、はい、中に同じ形のものを入れろっていうのはあるんですよ、はいはい、でね丸の中に星の形入れようとして、ね、それ完全におかしくなってるじゃないですか、でね5分ぐらいするとね視界が狭くなってくるんですよ、気絶寸前じゃないですか。だからまあこれ大学で実験してるんで、はい、空軍基地でやらせてもらえなかったんで大学で実験してるんで、はい、その自分で緊急停止ボタンを押せる段階で ボタンを押しなさいって言われたから、はい、もうそろそろ危ないかなと思って6分ぐらいで押したのね。なるほど、いやギブアップみたいな、ギブアップみたいな。そこから、小川さんはその公式で発表されている隔壁でが破壊されてみたいなところについてはどういうふうに思われたんですか。それは全く隔壁が壊れたんじゃないだろうなと思ったんだよね、はい、で あとね番組全く違うんだけどちょっとグルメ番組昔やっててね、はい、この番組やる前にね、はい、1988年かな、はい、で群馬の方取材に行ったんですよ、はい、群馬の河原にね、はい、その時に
そのロケ場所とか決めてくれる人が地元の人がいて、はい、コーディネーターがね、うん、コーディネーターがいて、でコーディネーターロケ終わって帰るときに、あの山の向こうから飛行機が飛んできたんだよね、何年か前事故あったでしょって言われて、はいはい、あそういえば3年ぐらい前に事故あったなと思って、はい、確かにね鶴のマークがついてたからあの JAL 機だと思いますよって言われたのよ、はい、でも鶴のマークって尾翼についてるじゃん、あでもないんですってことですよね、ないはずなのに、はい、鶴のマークが見えたっちゅう、見たっちゅう鶴のマークを、どういうことなんですかそれ、尾翼はなくなってないんじゃないか、はあ、もしかしたらあれは謎が多いんだよねやっぱり、はい、でまあ、前回 の、 あの特集で少しありましたけど、これおかしいということで、いろいろ自衛隊関係に引き込みされたそうなんですけど、どんなことが分かったんですか、ね、自衛隊関係じゃなくて、はい、自衛隊にこうなんていうの、自衛隊によ慰問しているミュージシャンです、ね、ミュージシャンがはい、いたんですよ、はい、自衛隊専門でね、はい、だ一般には全く名前知られてないんだけど、はい、自衛隊ではものすごい有名なやつがいたんだ、専門で回ってる感じですね、そうそう、日本各地で駐屯地にね、はい、その女の子いわくどっかのなんか慰労会でこう飲んだ時にね、はい、ちょっとやっぱり隊員から写真見せてもくれたっていう、ね、はい、それはね、御巣鷹の写真らしいんですよ、はい、それがね朝の写真じゃないの、夜の写真だから死体がなんかわかんないけど木にぶら下がってちょっとおぞましいっていうかね、そういう写真だったらしいんですよ、と、うん、いうことは先ほど公の発表では朝やっと自衛隊が8時に到着しましたって言ったけど、二次災害を防ぐために日が昇ってから入りますと、うん、だけど夜その隊員は入ったってことなんですか、うん、きっと本には書いてないんだけど、はい、ね、それはね習志野の第一空挺部隊って言ったかな、 ありますね、あそこのなんかでかいこうパラシュートの訓練場ありますよね、はい、まあ、空挺部隊ったら結構ねエリート中団ですからね、そうですよね、うん、でその女の子の証言だけなんで番組には全くできないんで、はい、あとねその墜落した時に場所が分かんなくて右往左往してる時に、はい、地元の青年が、はい、一番乗りで俺は行ってやろうと思って、はい、地元の青年がね行ったらしいんですよ、なんか YouTube に出てますね、うん、ね、YouTube に出てます、はい、それによるとね同じ全く同じ話してるのね、ただ あそのミュージシャンと、うんうん、へえ、ただそれによるとその時点ではまあ4時5時ぐらいの時点では、うん、その場所に着いたら4時か5時ぐらいだったから、はい、4時過ぎだったかな、はい、その段階では生きてる人がたくさんいたと、うめく声が聞こえたらしいんですよ、うん、はい、で結局そういったまあ、公式の発表と違う事実がね、うん、小川さん調べるとどんどん出たんですけど、その番組って結局どうなったんですか、あ、放送してません、え、どうしなんで放送なくなっちゃったんですか、1995年その事故からちょうど10年後に、はい、放送しようと思ったんだけど、はい、ちょっと制作が遅れちゃって年末出てたんですよ、はい、で年末になっちゃって、放送するの1月にしようというふうに決めてて、はい、1月の20何日かな放送期決まったんだけど、はい、1996年の1月って関西大地震があったじゃん、あ、神戸の、神戸の、はい、でちょっと、ま、回ったちょっとその今そういうとこじゃないからちょっと遅らそうと離婚になったんですよ、三上さん、ね、そのはいどうぞ、でまあ春ぐらいかなと思ったんだけど、はい、1996年の3月っていうのは、はい、オウム事件があった、あれ立て続けでしたね、連発しますね、でオウム事件があったんでまたそれも今これどころじゃないってんで、はい、オウムのことばっかりになっちゃって、はい、であれが長引いたじゃん、いろいろと、はい、ニュース的にね、はい、ただもう墜落から10年後じゃなくなっちゃったんですよ、はい、8月超えたから11年後になっちゃったんですよ、はい、でお蔵入りにして、お蔵入り、うん、結構その当時とお蔵入りになる番組あったんですか、いやそんなにはないけどね、ないですよね、作ったわけですからね、うん、全部作ったんだよもうね、陰謀だな、ね、陰謀だな、三上さん的な考えとしてはあれ陰謀だとしたらものすごい奥深い陰謀だよね、
そう、うん、小川さんを貶めるために、ね、番組を封印するために。番組放送しなくても僕は貶められないけどさあ、いいですよ、もうガーンって言ってください、これはそう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 、今こそその思いの丈を。まあ別に制作費はもらったから別に。いやいや、なんですか、なんですか、そこでそこの打算的なまあね、だから今日はね、もう本当にいろいろお話伺いたいんで、ちょっと 1,2,3 便はこんな感じであれなんですけど、次写真いただいたのはこんな写真いただいたんですけど、どの人なんですか。あ、これはね、レイ・シャッテリーって言って、宇宙人解剖フィルムのイギリスの持ち主、はい、あ、著作権者です。それをここに来ましたか、まあ、こいつがね、あれはフェイクでした、そうそう、10年後にね言いやがってみたいなね、うん、なるほど、ね、聞いたのよ、はい、偽物売りやがってと思ってね、はい、電話して聞いてみたのよ、はい、そしたらね、あのフィルムはもともとがものすごくひどかったんですって。もう50年前近くの前のフィルムだから、それはそのフィルムをもとに再現フィルムを作ったんだと、まあ、せっかくいただいてるんで、まだねご覧になったことない人、若い方なんて知らないと思うんですけど、これがフジテレビで小川さんが、まあスペシャルですよね、ゴールデンですよね、そうそうそう、で番組を作られた宇宙人の解剖フィルムであるということなんですが、まあこれをどういうきっかけで、うん、まず小川さんはこのフィルムに出会ったんですか。それはね、その時プレステージっていう番組やってたじゃないですか、はい、その時にずっと一緒に UFO を追っかけてた石川県の羽咋市の、はい、コスモアール羽咋っていう、はい、UFO 博物館ですね、はいはい、名誉、うん、八尾さんが名誉館長やられてる、そうそう、高野さんですね、そうそう、はい、仕掛け人の高野さんっていう人と仲良かったの、はい、でね、電話あったの、はい、お小川さん、なんか宇宙人の解剖フィルムがあるらしいよって、はい、それはイギリス人が持ってるらしくて、はい、で連絡あったんですね、はい、で結構興味あったんでね、はい、すぐ連絡してみたんですよ。その時はなんか写真1枚とかなんかそういうのももうなかったんです、ただ話だけで、うん、はい、話だけで、はい、で電話してみたら、明日試写会やるから来いよって言われたね。試写会があったんですか。軽いですね、見るかい、来いよみたいな、うん、はい、どこ日本であったんですか。イギリスでイギリスでロンドンで、はい、ロンドンで試写会行こうっつって、うん、はい、来いって言われて、はい、それは明日じゃ無理だろうと、はい、で今回は行けないけど、はい、どうにか見たいんだと、はい、言ったらね、じゃあ今月末、まあ、5月なんだけどね、5月の末に香港行くからそこで会わないかって言われて、はい、そこで見せてもらったんですよ。でその時は何分ぐらいのものだったんですか、その試写会では。彼曰く最初の触れ込みだと、墜落現場も映ってるし、あ、墜落現場もあるってことだったんですか、うん、それには大統領も映ってるし、大統領とか言うのよ、大統領、そうそう、あの時トルーマン大統領、トルーマン大統領だったの、1947年だ、あ、そうですね、まさに47年の時の解剖フィルムってことだね。これね、いろいろあって、はい、最初は47年っていうと7月にロズウェル事件、ロズウェル事件ありましたね、UFO 墜落、はい、でもね、最初の触れ込みは、はい、そのロズウェルの墜落 UFO のエイリアンじゃないんですよね、うん、それが後にこうロズウェルになっていくというね、これまたちょっとね、あらってとこあるんだけど、なんとか平原、当初はね、違ったロズウェルのエイリアンじゃない、はい、ないはずだったんだけどなみたいなね、サンアウスツなんとか平原とか、それは同じロズウェルなんだけど、 それとは全然違う話だったの、本当なんですか、あれみたいなね、はあ、それでその後、小川さん どうされたんですか、フジテレビに持ち込んだわけですか。いや、とにかく一回見てみないと売れないじゃないですか。そうですね、売れないっていうか番組にならないじゃないですか、はい、でとにかく見に行きたい、見に行こうと、はいはい、ただ番組にも何もあったんで予算がないんですよ、ね、つかないから、はい、じゃあ普通の旅行として格安チケットで行こうと、はい、いうんで僕と高野さんと、はい、テレビ朝日のプロデューサーと通訳さんと、はい、行ったんですよ、はい、格安ツアーで、はい、で強調しますね、そのそうですちなみにプロデューサー誰だったんですか、テレ朝は。テレ朝の金田さんという、はい、今映画部にいる、ね、あ、残念ですね、うん、残念です、もう続けてやっていただかないとね、やっぱり、はい、あ、最初寺澤だったんですか。そうそう、最初は寺澤だった、うん、はい、で、金沢プロデューサーは、はい、これはうちでやりましょうと、
言ったのよ、最初に、はい、で、言ってそれに騙されて買ったのよ、このフィルムを、はい、放送権をね、はい、日本国内での放送権を、ね、はい、海外ではダメなんだけどね、はい、で、さあどうしようかたらそのカナダプロデューサーの上の連中が、はい、こんなうさんくさいフィルムは放送できないと、うちでは、はい、なんと言われて、うん、捨てられたのよ、テレビステーションやってる関係上できないと、うん、できない、はい、で、どうしようかと思って、はい、じゃあその時いろいろ付き合いがあるじゃないですか、そうですね、制作会社の、はいはい、ありますね、で、フジテレビのドラマのプロデューサー紹介してもらったの、え、どうなったんですか、太田徹さんっていう、え、太田徹さん、うん、太田徹さんというのはいわゆる月9 の, トレンディードラマのねシリーズを作った大プロデューサーで、で、太田さんに見せようと思って持っていくんだけど、はい、太田さんは俺はこんなの全然わかんないから、はい、ちょっと詳しいやつがいるから、はい、そいつも同席させていいって言うから、それは構わないでしょってさ、はい、言って清水さんっていう、あ、清水さんですね、うん、はい、プロデューサー、どっちの清水さんですか、清水健二さん、清水健二さんっていうのはサザエさんのねプロデューサーずっとやられてた、清水淳二さんかと思いまして、そう、清水健二さんっていうのは別の美術さんの方で、サザエさんとかずっと長い間やられてましたよね、フランス帰りのね、結構詳しいって言うん で,、はい、でその人と一緒に見せて、どうでしょうかねって言ったら、清水さんがこれは買いですね、あ、買い、ね、業界をなんか競りやってるみたいだなそう、競りだな、それで決定したと、決定したと、はい、こんな簡単に決まっちゃっていいのかなみたいな、すごい、はい、フジテレビなかなかやりますね、うん、フジテレビ目利きが、うん、はい、宇宙人の目利きがそれで、まあ、先ほど の写真の人が いるどういうあれなんですか、その放送するまではまあ当然みんなね本当に宇宙人なのみたいなのありますけど、ものすごい話題になりましたもんね、前評判がそれ、うん、日本で前評判よりも海外の評判がすごかったんですよ、なんかね高野さんがその最近ね、三上さんとか出された飛鳥さんとの対談、はい、高野さんの中にも書かれてましたけど、全世界なんか同じタイミングでこうテレビ局で放送するみたいな、うん、1995年にね、はい、なってたみたいで、うん、日本が一番最後だったんですね、はい、日本は1996年2月だから、はい、もうアメリカの評判だとかイギリスの評判だとかっていうのはもう日本に入ってるわけですよ、はい、アメリカですごいフィルムが放送されたとみたいな、なんかすごいグロいあれになってきて、すいません皆さんね、すいませんね、見たくない人は目をつぶっていただいて、これはフジテレビで流れたんですか、流しましたよ、ゴールデンタイムですよね、ゴールデンタイム視聴者から散々言われましたこれ結局番組ではどういう説明で、これテレビ放送はね全部じゃないですよ、全部そうですよね、やっぱりさすがにね、これはあかんってなりますよね、これあかんわっていうのは流してないですもん、ありますもんね、で結局それはテレビではどういう説明で流してるわけなんだ、からロズウェル事件のフィルムが流出してきましたと、はい、でロズウェル事件を紹介して、はい、でこんなフィルムが流出してきましたと、はい、なんで一応ねゲストはビートたけしさんと、はい、大島渚監督と、はあ、大島渚さん好き、はい、ですからね、結構、はい、ムーにも出たことありますよね、はい、監督は伊集院光と光さん、ああ伊集院さんですけど、ね、あと女性は誰だっけ、鈴木蘭々だったかな、その時鈴木蘭々、うん、はい、が1回目のゲストなんですよ、はい、あと上野正彦さんという解剖学の、はい、死体は語るという、ね、だから専門家の人に、ね、見ていただいて、うん、この手順どうですかっていうのをなんかやられてましたよね、作ってる使ってるクイッキーはどうですかとかね、はい、うん、解剖の手順は、ね、解剖の手順は大丈夫、はい、でそれによると上野さんは手順は間違ってないと、はい、なんかここからこう T 字にこう、うん、メスを入れてとかね、はい、で、まあ、そろそろね皆さんあれですからちょっと止めますけれどもこれで、その後先ほどの、彼ですね、彼が出てきて、結局、顛末としては今、流れとしてはどうなったんでしたっけ、このレイ・サンテリって男は、はい、要するにミュージックビデオ、はい、ミュージックフィルムを買い漁ってたんですよ、はい、アメリカ行って、はい、プレスリーとか、はい、そういうね、はい、たら、ある時にカメラマンからこんなフィルムがあるんだけど、買わないかって持ちかけられたんですって。はい、でそれ見たらなんか宇宙人解剖フィルムだと言われたんだけど、わかんないんで、こいつもわかんないんで、はい、まあ、UFO 研究家が何人か見せたら、はい、これ大変なもんだと、はい、言われて買ったらしいんですよ。なるほどね、うん、はい、それで、まあ、ここまではね、
よく先ほど出てたあのトカナのスミさんなんかもね、あの記事にしていて、がっかりした UFO 事件の第2位ということで。あ、2位なの？1番じゃないんだ。1番じゃなかったんですよ。なんかそれもだからなんだろうなみたいな。そう、1番はね、メキシコのあの軍が認めたっていうのが1位だった。あ、うん、あ、まああれもまあね、なのでがっかりしたっていうのになってましたけど、それもこう彼が来て嘘だったと言いました、ちゃんちゃんなんですけど、この先があるんですよね、うん、まあ三上さんこの間ちょっと予告しましたけど、うん、あのムーにも結構随分書いてるんだけど、はい、全然反響、この本の中にもね、書いてますからね、はい、の反響が全然ないあのね要するに放送した時に、はい、あの視聴者対応っつって、放送した時に電話の前にいるんですよ、スタッフがね、はい、そうですね、うん、そうすると大体ゴールデンタイムに解剖のシーンなんか映すんじゃねみたいな反響があって、ほとんどそういう反響でしたけどね。はい、じゃあ見るなよっていう、ね、はい、あとはうちの屋根の上に UFO がいますとかね、そういうあの情報だ、貴重な情報じゃないですか。そんなの大体無視しちゃうんだけど、その中にね、この宇宙人とそっくりなの僕は見たことありますよっていう情報が入ってたんですよ。素晴らしい情報ですね、うん、で AD とかあって僕が出て、はい、あの話聞いてみたら、はい、なんかどうもいたずらじゃないみたいなね、酔っ払いとかそういうんじゃなくて、ちゃんとした人だな、はい、だなと思ったのね、はい、だからちょっと明日会いませんかって、まあ住んでるところは日野市かどっか、東京の都下だから、はい、まあ行けないとことないんで、はい、行ったんですよ、はい、次の日の夕方かな、うん、ただまあ40か50ぐらいの紳士、まあ、割と紳士の方がいて、はい、その人があの写真も持ってますよっていうの、はい、あ、写真あるんですか。その人は写真持った。だから僕はだから基本的にこれは番組になんねえなと思ったから、写真のコピーとかもらわなかったね。何やってんすか今初めて聞きましたよえ、これ記事にした時にそんなこと言わなかったじゃないですか何やってんすか、ね、え、その写真があったら結構すごい記事でしょ。いや本当ですよ何してんすかもう。その頃写真はあんまり雑誌はなかっやってなかったかね。いや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 、ある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 、我々ね、映像の人間としたらね、一瞬切り抜くはね、いくらでもできちゃうかなっていうのはあったんですね、当時はね、うん、その辺あれですよ、雑誌とは全然あれですよね、そうなんですよ、考え方が、はい、何してんすかもうでその写真を見たら、はい、本当にあの今の解剖フィルムと同じ顔をした、本当ですか、うん、人が車椅子で運ばれてるんですよ、はい、車椅子で運ばれるとこがあるのよ、はあ、だからその宇宙人のそっくりな人は両手両足ない、はい、でその写真撮った人も興味あったんで、はい、この方はどういうことなんですかって聞いたんだって、ボランティアにね、はい、車椅子を押してるボランティア、はいはい、この人は要するに昔あのマンハッタン計画だったじゃないですか。ありましたね、あの原爆を開発する、ね、うん、計画ですね。その時にいろんな実験したんですって、アメリカは、はい、人体になんかこう影響はどういう影響があるかとかね、例えば爆発した時に放射能があったらどうなるか、うん、あるいは開発してる最中に失敗をして爆発したらどうなるかとか、先に落としたんだけじゃデータが足りなかったらしいんですよ。なるほど、ちょっとトイレ行ってきていいですか。はい、どうぞ続けてください。はい、やっぱりデータが足りなくて、はい、アメリカはなんていうかな、ネバダの砂漠とかさ、砂漠結構あるじゃん、はい、広大な砂漠。それは開発の前ですか、開発の後ですか、広島の前ですか。後だと思うよ。後なんですね。1960年って言ってましたから。ずいぶん後ですね、うん、60年代って言った。じゃあその爆弾を広島長崎に落とした後も彼らはまあいろいろ実験したんですよ。核開発をしていて人体実験をしてたと。はい、はあ。でその実験はだから砂漠に原爆を落としておいて、その落ちたところに一個中隊軍隊を突入させるとかね、それで被爆させるとか、はあ、あと一つの村を対象に、はい、その村人をね、村人にね、予防注射だっつってプルトニウム注射するんだって、まあ、結構それはね、ちょっとあのタイトル忘れましたけど、ピューリッツァー賞を取ったね、あの人体実験 の、 あのプルトニウムをね、マンハッタン計画の時に病院であの患者にね打ってどうなるかっていうことをやってたっていうのは確かに本になってましたね。その中に妊婦さん、子供がね、はい、村上にいる女性もいるじゃないですか、はい、そういう人から生まれた子供なんですって言われたらしいんですよ。
つまり、生まれた時から両手ではしなくて、つまりよく広島でもありますけど、原爆手帳を持ってるのが3世代までだとか、なんか子供にも影響あるんじゃないかっていう実験もしてたってことですか。それ聞いた時愕然としたんだけど、昨日の宇宙人っていうのは宇宙人じゃなくて人間じゃないかなと。という裏があるってことですね。これあのさっき の, この宇宙人解剖フィルムよく見ると、はい、手足の指は6本なんですよ。はあ、6本で足をこう怪我してる、はい、だからひょっとしたらその手足の部分だけは作り物、はあ、だったんじゃないのかみたいな。それはこの人は何も言ってないんですか、それに関しては。それに関しては何も言ってない、それはね、はい、うん、で面白いことにこの解剖フィルムに関してそもそも人形をこれで実は作ったんだって称する人も出てきてるわけよ。なるほど、自分がね この人形を作って、うん、使ってあのフィルム作ったんだ、はい、でそれをまあ真に受けて世の中の人はやっぱあのフィルムはどうのこうのって言うんだけども。とかの鷲見さん気をつけるようによろしくお願いします。そうやってなってましたんで記事。だからその人形見たら、でもその人形を見るとよく見ると違うんだよね、はい、映像と。だからじゃあお前何のために出てきたの、うん、まあ、嘘ついてるわけですよ、はい、でわざとそういうのがやっぱ出てくるの、この UFO 問題とかやってると、うん、だ特になんかマンハンタン計画とかそういう怪しいものが核にあって、はい、UFO 問題があって、そうするといろんなこんなのがいっぱい出てくる。まあね、そのゴールデンタイムでみんながわあなんだこんなイカサマだと思ってる裏にはね、さらに2段3段深い事実が隠されてるっていうことで、まだまだね、話は出てくるんですけれども、ちょっとまだね本当いろいろやられてますが、次はねこのじいさんの話いきたいと思います。この人はね、この人はどんな人でしょう。水爆の父って原爆の後で水爆作ったじゃん、アメリカ、はい、水爆を作った人ですよ。エドワード・テラーですね。エドワード・テラー、はい、これはどういう企画でどういう番組の時に お会いに行ったんですか。これは飛鳥先生と行ったんだけど、飛鳥昭雄さんですね、飛鳥先生と、はい、でエリア51を取材しようと、はい、で飛鳥さんはその時にプラズナ説が、プラズナ説っていうのがあって、まあ、プラズマ兵器ですね、プラズマ兵器、はい、でエリア51を見に行こうって行ったんですよ、はい、これがエリア51ですか。これちょっと僕わかんないんですけど、これ、うん、これアンテロ、アンテロープの方ですかね、こっちもアンテロープですかね、これは航空写真ですね、エリア51の航空写真、エリア51の衛星写真の方ですね、うん、でこれはエリア51ですか。それはエリア51、はい、柵の前で、ね、そうですね、うん、でこんな感じの砂漠をひたすら走ったってことですね。すぐセキュリティ行くんですよ、懐かしいな、はい、でここでその水爆の父と言われるエドワード・テラーと どんな取材をされたんですか。ここでエリア51で実験というか働いてたっていうボブラザーっていう博士が、はい、あそうですね、こう彼ですね、はい、そこで UFO 見たとか宇宙人見たとかいうのをカミングアウトしたんですね。なるほど、うん、三上さん、この当時エリア51ではどんな噂が立ってたんですか。これまあいろいろね、 MJ-12 とかいろいろあった中で、うん、そのロズウェルの事件も引き、まあ、前提としてあって、まあ墜落した UFO からそのエイリアン、まあ生き残ったエイリアンもいるとか、はい、その後アイゼンハワーがエイリアンとコンタクトしたとか、はい、でそこで密約があったとか、はい、まあ、いずれにしてもアメリカ政府はエイリアンのテクノロジーを使って地球性 UFO の開発に乗り出した、はい、でエリア51ではエイリアンの科学者っていうのかな、はい、もいるし、はい、でその日本じゃない、地球人の物理学者としてそのロバート・ラザーも実はリクルートされてきたと。なるほど、でその時に君エリア51で働いてみないかというふうに声をかけたのがエドワード・テラー。それは若い人間としてはね、水爆の父が誘われたってそれは名誉になりますよね。ロバート・ラザーっていうのはもともとエドワード・テラーを尊敬したんですよ、はい、そうでしょうね、でそれは科学者としては。どっかの何かのパーティーで、はい、エドワード・テラーに会って、はい、エリア51で働かないかって言われたらしいんです。ヘッドハントされたわけですね、いわゆる。でとりあえずじゃあエドワード・テラーに会いに行こうかと。でこの会いに行かれた時にはエドワード・テラーってのはまだエリア51で働いてたんですか。いやもう80年経ってたからね。エリア51なんて働かない働かない、はい、もう大御所です、うん、もう引退した後なんですか。もうほとんど引退してんじゃないかな。
で、この時は彼は何やってたんですか。まあ家でも悠々自適ですよね。悠々自適の方、悠々自適で、はい、うん、家で隠居してましたよね。はい、テラはあの水爆、まあ、中性子爆弾の開発もそうですけども、その後 SDI にも関わって、そうそう、はい、SDI にも関わって、まあさすがに高齢なんで隠居状態ですけども、ただSDI っていうのはスターウォーズ計画って言われてる、アメリカ軍における兵器開発の発言力がものすごいものなの。なるほど。で、ラザーの方は どんな、この時お会いした時はどうだったんですか。ね、僕会った時はエリア50地区もう辞めて、はい、出てきてバラしてたね、いろいろ、はい、バラしてる最中、うん、まあカミングアウトしたわけ、カミングアウトしたんで、はい、エリア50地区が逃亡してエリア50地区にいらんなくなって、はい、でそれでもね、なんか政府の仕事してるって言ったら、へー、でこの時に、まあ、放送ではどういうふうに番組を作って、で放送に出してない部分ってあったりするんですか。いや、トラテラの話はね、はい、放送してないんですよ。え、そうなんですか。これ、うん、番組になってないでしょ。なってない。また潰されちゃった。潰されない。僕はまた潰判断でこれなしにしようと思ったんだけど、はい、要するにね、はい、この博士にとこ行ったら、はい、僕はあのエリア50とか UFO の話は一切しないよって言うんだよ。あ、彼がですか、うん、はい、最初に。最初に。はい、でSDI 計画のことだったら喋るよと。へぇ、スターウォーズ計画のことだったら喋ると。はい。で、僕の話を使う、何分使うんだって言うから、はい、1分30秒って、ちょっとね、失礼になっちゃうし、入るわけないし、はい、3分ぐらいかなって言ったのよ。はい。はい、カップヌードルかウルトラマンかですね。はい。ただ、一切僕の話は編集するなと。ノーカットです、ノーカットやれと。はい。で、一応聞いたのは SDA 計画っていう、核ミサイルを撃墜するってね、はい、防衛ミサイル防衛戦略防衛構想じゃないですか、はい、でミサイルを破壊するのはどうやってやるんですかって聞いたの、はい、その時にね、ちょうどドイツかどっかで強力なレーザー光線開発したっていう話があって、はい、レザー光線で使ったら、いや今レザー光線そんな威力のあるものは作れないから体当たりするんだっていうね。体当たり、まあそれはカインティックエナジー兵器ってやって、まあこんな、うん、要はまあ鉄の鉛っていうか金属のあれをもうすごいスピードで打ち出して、まあレールガンみたいな、まあスピードが出れば大した力になりますからね。運動エネルギー兵器の一つですよね、うん、はい。でエドワード・テラーがやってたのは X 線レーザーなんですよ、うん、X 線をレーザーでこう照射してっていう、はい、でその時飛鳥先生も一緒にいらっしゃったんですよね。いたいた。飛鳥先生は何されてたんですかそこで。いや、もう口挟める寝てたんじゃないですか、ね、口挟める状態じゃないから、はい、やっぱりずっと見守ってましたよね。見守ってました、うん、コーラはこぼしてないですか。イスラエルってのはファンタこぼしてましたからね。ファンタですよね。イスラエル大使館に行ってね、大使館にアミシャブの所長の家でね、ファンタこぼしてました。そう、古代イスラエル失われた樹脂とかの話するときにファンタこぼして、あとアスカさんとね、エリア51行って、はい、夜中の真っ暗じゃないですか、はい、あの辺はね、もう街灯も何もないから、はい、真っ暗のとこ行ってこうやって二人でぼーっと空見て、はい、ちょっと疑問があったんですよ、はい、アスカさん、この電力ってどうしてんだろう。あ、確かに。あのフーバーダムっていうのがあるんですね。はいはい、一番でかいね、水力発電の。そうそうそう。フーバーダムはラスベガスで消費者だろみんな。で、ここのなんていうの、実験ラボを供給する電力ってどうやってやってるのかな。まあそんなね、あのレーザー光線だなんだって言ったらとんでもない電力いりますからね。うん、まあだからこの下に原発かなんかあるんじゃないかと思ってね。はい。だから当然ね、はい、あるよね。だからね、飛鳥さんはね、この時の話をよくされますけど、俺はこの時、あんた、ラザーじゃないですよ、エドワード・テラーの方ですよ、おじさんの方ですけど、プラズマ兵器作ってるでしょって、ここまで聞こうと思って出てきたんだけど、それ聞いたら俺もう日本に帰ってこれなかったから。でも飛鳥さんだったら聞いてもね、OK だったと思う。ただね、インタビューは3分で終わったのね、ちゃんとね、はいはい、3分で終わったんだけど、その後の雑談が30分ぐらい続いたんですよ。そうなんですか、うん、あ、それはいいですね、うん、30分ぐらい続いて、そのままずっと VTR 回したんです。はいはいはい。インタビューって形じゃなくてね。はいはい。で、UFO のことも聞いたし。あ、そうなんですか、うん、どんな話されてたんですか。ロシアの学生が、はい、
この前 UFO のこと聞きに来たよとかね、そういう話してましたね。だから UFO の確信には触れてないんだよね、その時にね。あ、そうですか。ラザーに会った時とこのエドワルド・テラーと会った時には同じ取材の時ですか、別の番組ですか。ね、同じだと思うんだよな、確か。そしたら、彼がヘッドハンティングしたわけですから、ラザーの話は聞かなかったんですか。あ、その時聞かなかったね、ラザーの話はね。あ、そうですか。それは別のメディアが聞いてるんですよ、ロバート・ラザーのことについて、エドワード・テラーは。それ完全否定ですね、知らねえと。そういうことでしょうね、そんな学生は知らない、ね、学生っていうのはもう、科学者は知らないっていうふうに、言ってました。いやー、このエドワード・テラーのこう影でどんなことをやってるかっていうのは、その三上さんのね、赤本。あずか先生のところにね、読んでいただくともとても深いね、本の中で飛鳥先生 の、 その UFO 情報の元になっているブルーム・マッキントッシュ、いかにも取ってつけたような偽名なんだけども、この人物っていうのはまさにエドワード・テラーの右腕だった男ですよね。そういうことですよね。だから一応先ほどお話出た宇宙解剖フィルムを一緒に小川さんと見に行かれた高野さんと飛鳥さんが一緒に対談されてる、今日ないですけど対談本があるんですけど、その中で語られてますけれども、そのエドワード・テラーの片腕から飛鳥さんは情報をもらったりしているということですから、すごいですね、三上さん。死んだことになってるらしいですけどね、はい、ちょっと検索してこうね、英文でいろいろやってたら、あれ論文が出てきたとかね、はい、あれおかしいのみたいな、はい、あんまりやるとね、今は多分ないと思いますけども、はい、今15、6年前ですかね、インターネットで NSA ってこう検索してこう、はい、こうやってるといきなり画面がこうボンってなって、ワーニングお前の国籍は何だみたいなのがこうバン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 何やっても消えないの、この画面がああみたいな怖いNSA 怖いとかで電源引っこ抜いてなんか引っこ抜いてまあもちろん脅しなんだけど、なんかさすがに最初にこれやって、だってアルファベット NSA って入れただけになるこれはねえべみたいなね、思いましたけどね。今さすがにね、そこまではないとは思うけど。じゃあ最後にね、そう、先ほども話しましたけど、去年ちょっとフジテレビ一生懸命頑張ったんですけどね、なかなかケネディの50年を形にできなかったんですけどね、いろいろ小川さんすごくいいネタ持ってらっしゃったんですけど、でケネディの暗殺の話になりますけれども、小川さん、この僕昨日送っていただいた写真がこの辺りなんですけど、これグラシノールの丘っていうのね、このこんな感じの、多分この写真を一番さ、どの写真、この辺り見てるとなんとなく暗殺された感じのニュアンス出ますかね。6階、教科書の倉庫ビルの6階じゃなくて、はい、ここから狙撃手は一発撃ったと。そういうことですね、はい、ここ要は有名になってる、なんどの写真だったかな、この写真ですよね、はい、この写真のパレードをしたところが基本的にこの通りだってことですね、はい、ただここは映画 JFK って映画でもね、はい、ここが狙撃ポイントじゃないかっていうふうに言われてる、ケビン・コスナーやってますね、うん、これ、はい、ここがみたいなね。でね、昨日僕はもう夜2時3時にこの画像をダウンロードしたんですけど、このちょっと駆け足でこう皆さんに見せますけども、この僕はもう銃に関しては全く分かんないんで、あれ後でまとめて説明していただきますけど、よくあれですね、小川さん細かく、はい、調べられてますけれども、この辺の、一連の銃に関しての、この辺はどういうことを調べられたんですか。ウォーレインカに出てる魔法の銃弾っていうあれなんですね、はい、だからオズワルドが3発撃ってケネディを殺したんだとしたら、はい、3発だとしたら、はい、1発の弾がこうぐにゃぐにゃ曲がんなきゃおかしいと、今この図になってですね、うん、はい、3発のうちの2発はね、逸れてるんですよ。そういうことですね、当たってないんだから1発でこれが、はい、全部当てなきゃいけないってことになっちゃうわけですね。3発撃ったとしたら、3発撃って1発はケネディの背中から入って、はい、そういう魔法の銃弾というか、ケネディの背中から撃って、そうです、ね、入って胸から出て、それが曲が軌道を変えて、隣の知事のね、うん、はい、テキサス州知事の、はい、コナリ知事の
膝に当たってとかいう、ね、はい、いうふうにしないといけないんですよ、はい、ただ魔法の銃弾っておかしいでしょ、はい、で、あの最後の一発はケネンの頭を撃ち、はい、撃ちみたいなやつだから、はい、だから どう見ても前から撃ってるように見えますよね、はい、ただアメリカのそのウォーレン委員会だと後ろから撃っても頭蓋骨の周りをぐるっと回ってああいうこともありえるという結論なのね、はい、まあバカバカしい話ですよ ね、うん、ね、まあ、この辺のところってもう分かってるんですね。そう、あの実際の映像とかのフィルムをやるとあの少なくとも4発下手したら5発、うん、撃たれてる。そうですね、まあ、この辺りが、まあ、逮捕された連中なのかもしれないんですけど、でケネディ暗殺の45周年でやったんだけど、はい、その時はケネディ撃ったっていう実行犯が出てきたんですよ。まあ、あの一応、ね、一般的にはオズワルドっていうのがそうです、ね、あの逮捕されて、はい、単独犯であるということになって、実際にあの実際というかソ連に渡っていろんな工作してたので共産党にかぶれてたと、はい、でいろんな理屈をつけて、まあ、犯人だ、でそれもジャック・ルビーに連行されるときにこう、はい、まあ、暗殺されて、うん、そのジャック・ルビーも収監されてみたいな。で、まあまあ、ディスカバリーチャンネルナショナルジオグラフィックチャンネル、その辺はねすごく分析されてなんかやられてるんですけど、やっぱり去年ね出された本でやっぱ一番面白かったのはケネディのね、いわゆる番組にしようと思ってたあれなんですけど、メモが、暗殺じゃないですか、はい、演説のメモ、はい、その辺の話ちょっと伺ってよろしいですか。はいはい、演説のメモがあるという話があって、はい、これ番組になってないんでやっぱり本式こう調査できないんだけど、はい、調査したところまあ、前提として言うと、この日暗殺されなければダラスで講演してスピーチするはずだった演説の内容っていうのが、はい、実はメモであって、はい、そこに UFO に関することが書かれていたっていう話があると。そうですね。でもその実際のメモがあるね、なしやっていうところで、そこで小川さんがこういろんなリサーチを仕掛けていたと、はい、50周年でねやろうと思ったんだけどね、はい、そうですね、まあ、ちょっとその動画をかいつまんでこう説明していただけると、あの2つあって、はい、説がね、はい、まず一つの説はケネディがあのパレードの車に乗る前に、はい、コナリー知事にそのメモを渡したと、はい、で渡して、撃たれちゃって、はい、で撃たれちゃったんだけど、あのコナリー知事が、まあ、回復して、全開してスーツのポケットを見たらそのメモが出てきた、はい、でその話を聞いて、なんだっけな、メリック教授ったかな、はい、ケネディ暗殺の本なんか書いてる人がね、はい、ぜひ見せてほしいと、うん、で見せてもらったらそういういろいろ UFO のこととかね、はい、書いてあったと。だこれを公開するべきだったんだけど公開はできないと、うん、いうことで今封印されてるんです、はい、っていうのと一つもう一つはね、はい、ケネディの演説原稿のメモは手書きであって、はい、それをなんだっけな、何渡しちゃったかな。ちなみにそのメモにはどんなことを書かれたんですか。親愛なるアメリカの市民の皆さんとかで始まって、はいはい、我々は1947年に砂漠で UFO が墜落したものを軍が拾って拾ったっていうか、はい、まあ回収して、はい、でそれには宇宙人が乗ってて、はい、その中で一人は生きてたと、はい、一人生きてたわけですね、うん、さっきの解剖されたのはもう違いますけど、そういう話だったりする、生きてたのがいて、はい、そいつとなんかこういろいろこうまあ怪我してるから、はい、それを治療する中で、はい、言語なんか一応両方、まあアメリカの軍の科学者も、はい、その宇宙人の側も、はい、もうすり寄って両方意思疎通できるようになったと、はい、でその宇宙人が機内から、うん、無線機を自分で直して、はい、無線機みたいなの直して自分の母国というか母星に、ね、と連絡し始めたと。それすごい話ですね。
いうことをアメリカの国民に向かって演説しようとして、ただ、皆さんそんな恐れないでください、はい、宇宙人はその宇宙人はいい宇宙人なんで、はい、これから我々の治せない病気とかエネルギー問題も解決するでしょうと、はい、いう前向きな演説原稿なんですよ、はい、ってことはケネディっていうのはね、もう皆さんご存知のようにアポロ計画をね、うん、宣言した大統領ですから、そう、10年以内に月に着陸すると、そこに演説にやっぱりなんか関係ある感じしますよね。ですね、はい、月に行けば宇宙人がいるんじゃないかとってことですよね、うん、ちょっと三上さんどうなんですか。まあ月に行けばね、他に人がいないわけだからね、はい、そこに月に行った時に何か来れば、はい、飛行機でも何でもいいけども、はい、とにかく何でもいいからその人工物体が来れば、それはエイリアンでしょと、はい、地球でねいくら行ってもそれは誰かが飛ばしたんだろうとかね、そう言うけれども、はい、月だったらは、はい、他に人類いないんだから、そうですね、飛ばすやついないから来たらもうそれでもう誰が見ても地球が知的生命体だと、だって飛ばすやつがいることがもうすごいもんね、はい、地球から飛ばせるわけないからね、はい、アポロ18号って映画がありましてね、はい、月には何かがいるという映画なんですけどね、はい、それドキュメンタリータッチでずっと撮ってる映画なんだけど、はい、まあ映画としてはそんな面白くないんだけど、はい、まあちょっとゾッとするような映画ですよね、はい、まあ、本来飛ばすはずのなかったアポロですよね。まあ17号で終わりましたからね、終わりましたからね、はい、ただその17号以降も、はい、NASA から移行して、はい、予算の出しところが変わって、はい、まあ、軍に移行したのかどうかは知らないけど、はい、アポロ18、19、20まであったという話ですよね、はい、まあ、面白い話ですよね、うん、一応オフィシャルでは一応用意はしてたんで、その部品を全部使ってスペースラブっていうね、宇宙ステーションにしてしまったっていうのがオフィシャルな説明ではありますけども、実はその裏で言っていたっていうのが、まあ、今の映画の主題ですよね、うん、という感じでね、時間が来ましたので、じゃあ最後はね、みーこさんの歌で、はい、で昔の60年代の、バラエティーみたいに、小川さん、はい、我々後ろで彼女が歌うのを聞くパターンで今日は、はい、聞く、最後今トイレ行こうと思ってたんだけどいいですか。じゃあお願いします、はい、それでは、プレアバース聴いてください。荒野で一人
ありがとうございました。いつまたとね、これで終わるんですけど、はい、三上さん冒頭に話しましたけど、俳優デビューをねしたんで、三上さん、トイレから出てきましたかね。まだ、ね、三上さんを待って、三上さんにちょっとね、今日歌手デビューしてもらおうと思って。これ三上さん、自分が作詞なんで、ちょっと待ち構えててね、ちょっと三上さん出てきたらイントロを流して、ぜひね、歌っていただきたいですね。なぜかっていうとね、この美子さんがすごく苦労するのは、無用語満載なんで、もう漢字が読めないとかね、ね、もう甘津書かせよ、歌詞が覚えられないっていうのがすごくあるから三上さん、作詞ご本人がね、歌われるとどうなるかって、ちょっと今日、ね、年忘れで、そうですね、この忘年会な感じ、そう、なんかね、いつもだとすぐ戻ってくるんですけど、これ聞いてもう出てこないって感じが逃げちゃいました。三上さん、じゃあ歌うんで、じゃあ解説でお願いします。解説付き、すごい、これですね、プレアバス、ね、普通プレアデスですよね。プレアデスのデスが死に通じるので、生まれるのがプレアバース、感じすぎてると思いますけども、半分これね、スバルっていうね、谷村新司さんの半分パクリです。半分パクリというよりも、あの歌に対する変な返す歌、アンサーソング、そうだから、スバルという歌とこのプレアバースは表裏一体っていうのを勝手にこっちからいつか谷村新司さんに歌ってほしい、はい、ね、そういう思いを込めて、ミーコさんとね、デュエットしてほしい。いや、今日ね、三上さん谷村新司になってほしかったんだけどね。なんかね、そんな予感がしたんだよやっぱり見抜かれてた見抜かれてたよどうぞ。はい、お願いします。まあ、この辺はね、翼の折れたエンジェルのパクリですね。大体の、ね、言葉としては、まあ、年代がね、その辺ですからね。副音声で解説をお届けしております。お手持ちのリモコンの D ボタンを押ってさあ羽ばたこう。まあ、ここに出てくる天津高瀬夫と天津三河同じ神様なんですね。あ、そうなんですか。日本書紀に出てくる神様で、はい、まあ、日本の神道だと星の神様ってすごい少ない。あ、星神、まあ、この神様は悪い神だっていうので撃たれてしまうんだけど、ああ、でもこれは明けの明星だとかね。あ、そうなんですか。まあ、星の神様が撃たれてそれをプレアです、最後にかかりました。ここはどんな感じで作詞されますか。まあ、スバルはさらばスバルよ、ね、はい、だからスバルからどっかに行くとか、はいはい、まあ、ひょっとしたら地球に来たのかもしれない、はい、逆、地球にいたプレアデスの魂を持つ人々がプレアデスに帰っていくよと、かぐや姫みたいですね、はい、まあ、まさにここでスバルの歌の変、帰りの歌の変化としての、なるほど、だからただいまプレアデス、はい、ということで、これからも、この歌をね、谷村新司さんに歌っていただけるように努力を続けていきたいと思います。ぜひ、みーこさんとデュエットしてほしいですね。今日は皆さんありがとうございました。小川さん、ありがとうございました。